それでは今日の計算基礎学1の授業を始めたいと思います。で、前回はまず拡張ユークリッド5乗法の性質についていくつか追加で説明しまして、それからあと拡張ユークリッド5乗法もしくはユークリッド5乗法の応用として有理数の連分数展開の計算とそれから無理数の連分数近似の計算を紹介しました。で、今日は拡張ユークリッド5乗法の次の応用としまして中国常用三法を紹介いたします。中国常用三法はテキストではセクション 4.8、63ページから始まっておりますので、テキストをお持ちの人は一緒にご覧ください。で、ここでやるのはですね、中国常用定理と呼ばれる定理でして、で問題設定をこれから述べます。一応昨年のですね、その2年次の代数入門の授業でも扱っているかと思いますが、復習ということで紹介いたします。R をユークリッド整域としまして、でここで線形合同式というのを考えます。N と A と B というのを R の元としたときに、AX と B が合同で、AX と B が N を法として合同であると。こういう合同式を X について解くというものです。で、今ですね、この解くべき X が次数が1次ですので、これを線形というわけで、線形合同式と呼んでおります。で、中国常用定理で扱われる線形合同式は連立線形合同式と呼ばれるものです。で、ここでは N1 から NK ですね、この法として取る N1 から NK という稽古の法が用意されていて、でこれらは互いに素であるとします。でそれから A1 から AK ですね、これを R の元としたときに、このある A、こういう条件を満たす A ですね、A っていうのは、Ni で割った乗与が AI に等しくなると、読み替えられますけれども、Ni を法として AI と合同であるような、こういう A を求めましょうというのが、この連立線形合同式の問題です。で、実は僕のところにですね、数学専攻の博士後期課程に、中国からの留学生の人がいて、で中国でも、もちろんそうか、この授業でも中国から来ている学生さんいますけれども、常用定理って中国、常用定理って中国で何て言うんですかって聞いたら、やはり常用定理って言いますっていうようなことを教えていただきました。で、さらにこの中国常用定理の中国での発祥の一つとしては、大昔にですね、こう兵隊を集めたときに、その兵隊の数を数えるだそうなんですけれども、こう何人かずつに区切って、でそうすると、日本流ですとちょうど10人だったら10人ずつに区切るというのが日本流ですけれども、ちょっと多少こう列によって人数が多かったり少なかったりすると。で、そこのこうばらついているところをこの合同式を使って解いて、うまくその兵隊の人数を数えるのに使ったというような発祥もあるという話を聞きました。で、まずじゃあそういう背景も踏まえて、この中国常用定理ですね、定理の方を復習していきたいと思います。で一応定理としてはテキストには定理 4.62 というところに書かれております。N1 から NK を互いに素として、でそれから A1 から AK というのを R の元とします。でこの時にある R の元 A が存在して、で A はその各 AI と NI を法として合同になるというのがまず一つ目の主張でして、これを一応後の方ではこの星一つの式としてこの合同式を引用します。それからあと二つ目の主張としては、もしですねこの A' っていうもう一つの R の元がこの同じ合同式の解であるならば、この A' と A の関係としてはその A' と A は N を法として合同であるということが言えます。ただこの N っていうのは
先に与えた N1 から Nk の積です。ということで、言い換えますと、この連立整形合同式の解はですね、N を法として1に定まるということが言えます。で、一応ですね、この定理は多分前年度の代数入門でも扱われたかと思いますけれども、今回はこの計算基礎学1の授業ですので、拡張ユークリッド互助法の観点に立って、その証明をした上で、その拡張ユークリッド互助法を使って、この連立線形合同式を解くアルゴリズムを与えます。で、その拡張ユークリッド互助法を使うその証明の仕方としましては、まず、次の性質を満たす、R の元 E1 から EK の存在を示します。で、E1 から EK っていうのはどういう元かというとですね、例えばここにありますように、EJ という元があったときに、これ、インデックスが同じ、この場合は NJ ですかね、NJ で割った場合には1余ると。で、それ以外の方で割った場合には全て割り切れるというような、そういう数です。この場合は数でいいんですけれども、そういう元が存在すると。で、それをこれから示していきます。で、先回りして説明しますと、もしこういう性質を満たすその E1 から EK が得られたならば、その求めるべき A は次のそのようにして構成すればよいということが分かります。すなわち、その i が1から k に対して、その各 ai っていうのが与えられた剰余なわけですね。 a を ny であった剰余が ai であったときに、その ai と ei の積の和を取りなさいと。で、それを a とすると、この a が実は連立線形合同式の解になるということが言えます。ちょっとパッと見あまり直感的ではないかもしれないので、またこれは後で例題を見たり、それから実際に問題解いてもらったりしながら理解してもらいたいと思うんですけれども、とりあえずこの合同式を見た限りではですね、こういう合同式ですので、例えば N1 でこう割り、この A を割りますと、その E の1のところだけが残りますから、そうすると、A の1が剰余として現れるというような形になっております。で、そこで、じゃあ実際にこの、スライドで言うと8枚目ですね、先ほどのこの式ですね、この EJ の存在を示しますけれども、まずその N をその方 N1 から Nk の積とします。で、それに対して、この Ni スターっていうのを、この法の中で N、すみません、これ、そうですね、ちょっと間違いですね。ここの N、これ N1 分の N になってますけど、正しくこれ Ni 分の N ですね。すみません、これ直しておいてください。N を Ni で割ったものを Ni スターというふうに書きます。だから、法の積の中で Ni だけを含まない積ですね。で、そうしますと、今、仮定から N1 か Nk というのは互いに素ということにしていますので、Ni と Ni スターというのも互いに素であるということが言えます。いいでしょうか。で、Ni と Ni スターが互いに素ということから、この授業の文脈ですとすぐに察しがつくと思いますが、Ni と Ni スターが素だからきっとそこで拡張ユークリッド互助法をやるんだろうとおっしゃる通りで、ここにありますように Ni を法とする Ni スターの逆元が存在するわけですね。で、しかもそれは拡張ユークリッド互助法で計算できるというのはこれまでの授業でやった通りです。で、実際にその逆元を計算しましたら、これを Ti というふうに置きます。すなわち今までの計算から Ti というのは次の合同式を満たすわけですね。もう一回復習すると、Ni スターっていうと Ni は互いに素だから、Ni を法とする Ni スターの逆元が存在すると。で、逆元を Ti とすれば、Ti×Ni スターっていうのはこの
Ni を法として1に合同になるということが言えます。ここまでいいでしょうか。で、その Ti ですね、この Ti という逆円が求まりましたら、この Ei、さっき出てきた Ei っていうのは、実はこの合同式の左辺にある Ti×Ni スタートしなさいと。でそうすると、実は求めたかった Ei になりますというのが、この結果ですね。実際に、この真ん中にある合同式を見ますと、これっていうのは、Ni で割れば余りは1になるわけですね。一方で Ni スターっていうのは、Ni 以外の Nj というのは全て因子に持っていますから、 Ni 以外の Nj で割れば左辺は必ず割り切れるということで、この Ei というのはこの下の合同式を満たすことが分かると思います。で、以上でそのまずは解の存在は言えると。で次にその解の一位性ですね、N を法とする解の一位性を示します。もし、この先ほどの過程では、これまでの過程ではその、A というある R の弦が、解になっているということを、仮定するわけですけれども、それに対してその A' という別の弦がですね、この連立線形合同式の解であるとすると、その合同式方程式の定義から、次の結果が成り立つわけです。この A' がですね、A' が各 Ai に Ni を法として合同であるということですから、そうすると実はこの Ai というのは A とも合同です。ですのでこの1行目からはこの A と A' が各 Ni を法として合同であるということも言えます。まずこれが1行目ですね。で次にその合同式の定義に戻って考えると、この1行目の合同式っていうのは A-A' ですね、これが Ni で割り切れるということを示しています。いいでしょうか。で、この次の2行目から3行目っていうのは、このところでこの N1 から Nk っていうのは互いに沿っていう性質を使うんですけれども、 N1 から Nk が互いに沿ですから、A-A' が各 Ni で割れるということは、その N1 から Nk の積でも割り切れるということを示しています。ここは若干理解が必要かもしれませんね。で、ところが、この3行目の式っていうのは、実は合同式に直すと、A と A' が N を法として合同であるということを示していますので、このことから、その A と A' というのは、その N を法として1に定まるという結論が導かれます。ここまでいいでしょうか。ちょっと、どうしても、ここの講義の説明だとこうどうしても早くなってしまうので、またこれは各自もう一回よく確かめてみてもらいたいと思います。